エクトルスカローネは、ウルグアイモンテビデオ出身の同国代表サッカー、選手。ポジションはフォワード。1898年にモンテビデオで生まれ、1917年からナショナルモンテビデオに所属。入団してから1年目にして、主力として活躍し、その年のプリメイラディビションでのリーグ優勝を経験した。その後も他チームへ移籍するまで5度の優勝を、 果たしている。1926年に FC バルセロナへ移籍するも、本人の希望により帰国し、再度ナショナルモンテビデオへ移籍する。次に所属した際は優勝はなかったが、活躍が認められ a s アンインテルへ移籍。1932年にはパレルモへ移籍するも、1934年のシーズン、途中でフルスのナショナルモンテビデオに移籍し、一年目に、 自身8度目となるクラブへの優勝をもたらした。すでに36歳になってはいたが、衰えることもなく、41歳までナショナルモンテビデオでプレーし最後の年でもゴールを記録した。代表では1917年からウルグアイ代表に招集され、1924年のパリ五輪と1928年のアムステルダム五輪では主力として活躍し、金メダルを獲得。 そして、コパアメリカでも3度の優勝に貢献している。1930年の初代大会の FIFA ワールドカップでも主力として活躍し、優勝をもたらしている。現役時代の得点数は、代表では52試合出場31得点、所属クラブでの成績は369試合出場301得点と、特筆した成績を残し、初期のウルグアイのサッカー界に、 多大な貢献をした。1939年に引退後は、1950年から、レアル・マドリードの監督を2シーズン務め、1シーズン目には9位、2シーズン目には3位という結果だが、ウルグアイ代表監督も経験している。代表での31得点は、21世紀に入って、ディエゴ・フォルランに更新されるまで80年以上にわたり、ウルグアイ代表の最多得点記録となっていた。 ありがとうございます。